L システムは形式文法の一種で植物の成長プロセスをはじめとした様々な自然物の構造を記述、表現できるアルゴリズムである。自然物の他にも反復関数形のようないわゆる自己相似図形やフラクタル図形を生成する場合にも用いられる。L システムは1968年ハンガリー・ユトレヒト大学の理論生物学者にして 植物学者であったアリステット・リンデン・マイヤーにより提唱され発展した L システムにより生成された三次元の樹木モデル。生物学者としてリンデン・マイヤーは酵母や史状菌、そして卵巣類の穴べなかったネラのような藻類など様々な生物の成長パターンを研究していた。もともと L システムはそのような単細胞生物もしくは 体制の単純な多細胞生物の成長様式や植物細胞における近隣の細胞の相互関係を記述するために開発されたものであった。後に、L システムはより高等な植物の形態や複雑な分岐構造を記述するためのツールとして発展を遂げるのである。L システムの基本は再帰制で自己相似図形やフラクタル図形のような形状を 簡単に記述することができる。植物やその他の見た目が自然な生物構造も同様に簡単に定義でき、再起呼び出しの回数を増やすことで、あたかも構造が成長し複雑化していくように見える。L システムは人工生命の生成にもよく用いられる。L システムの文法は EN、アンリストリクテッドグラマーのものに似ている。現在では、 以下のような四つ組みによって定義されることが多い。各要素は、痴漢規則 P において、痴漢対象が単独の文字のみである場合、L システムは文脈自由言語である。一方、痴漢規則が近隣の文字との相互関係まで考慮するものである場合、L システムは文脈依存言語である。また、痴漢規則 P が、 各文字に対して毎回確実に適用されるとき、L システムは決定論的であると言われ、D レールシステムなどと呼ばれる。逆に、時間規則の適用が確率に左右される場合には、確率論的 L システムと呼ばれる。L システムをグラフィックスに応用する場合、L システムが生成する文字列を何らかの形で画面上の図形に変換しなければならない。例えば、 フラクテントというプログラムではロゴのようなタートルを利用してグラフィックスを生成する。つまりプログラムが L システムの文字列をタートルの制御命令に翻訳し図形を描画させている。L システム誕生の契機となった総類の成長を記述する例。順次計算していくと文字列は以下のように成長する。この例では置間規則 P においては 不均等な細胞分裂により通常の細胞 A と未熟な細胞 B が生じることを表し、は未熟な細胞 B が成長して分裂可能な細胞 a と成熟することを表している。この文字列を図形化することで、あたかも観点倍地上に展開した層類の頃にーのような絵を得ることができる。計算を進めると以下のような文字列となる。この文字列の各文字数を n イコール例から順に数えると、フィボナッチ数列となっている。この例では、文字列の内容は問わず、長さだけに注目しているので、例えば痴漢規則能で置き換えても、同様の数列を得ることができる。計算を進めると、以下のような文字列となる。この文字列の a を、線分、b を抜き取られた部分に置き換えると下のような図が得られる。置換規則能は線分を三等分して、 中央を抜き取る操作に相当する。は一度取り除かれた区間が戻らないことを意味する。詳しくは、カントール集合を参照直角で構成される、コフホ曲線の描画例。上記において、F はタートルによる直線の描画、プラスはタートルを左へ90度回転、同じく体は右へ90度を回転することを意味する。これを順次計算すると、以下のような図形が得られる。

L システムでシェルピンスキーの三角形を作図する例。上記において A および B はタートルによる直線の描画、プラスはタートルを左へ60度回転、同じくタイは右へ60度回転することを意味する。同様の図形を描く地間規則は他にもあるが、この規則の場合、タートルは三角形の左下から描き始めることになる。N イコール2、N イコール4。 n イコール6、n イコール8の時にそれぞれ描画される図形。n の時、シェルピンスキーの三角形に等しくなる。通常の国保曲線に周期的な角度の変更を加えながら描画したフラクタル図形の一種。L システムに関する問題は数多く存在するが、その最たあるものは L システムを逆に辿ることが困難であるというものである。具体的には、 ある構造が示された時に、その構造を生成するパラメータや、時間規則を見つけることが難しい。これは、自然物のような、複雑な過程を経て形成された図形に顕著である。実数列における L システム、平面における L システム、空間における L システム、確率的 L システムは、L システムを拡張して、確率的に分岐できるようにしたものである。確率的 L システムには、 標準がないためソフトウェアによって文法が異なる。以下は確率的な分岐を行う L システムの実装ごとの例である。文脈依存 L システムは L システムを拡張したものでありパターンマッチングによって文脈に依存した分岐が可能となっている。文脈依存 L システムを実装したものとしてはトンリンの実装などが存在する。ありがとうございます。